ベビュー。よいしょ。はい、皆さんこんにちは。はい、ほんまにちは、ケビンです。はい、今日はね、練習試合やっていきたいと思います。おお、はい、もうこの動画が上がってる時には、うん、全国大会のもう2週間は経ってますね。もう直前よね。うん、結構直前です。で、今回はあの練習試合をやっていくんですけど、いいよ。相手が去年の福岡県の代表チームストリートドッグス、おお、はい、が練習試合をしてくれると思ったんで、うん、もう最初で最後の練習試合です。ありがたい。うん、ストリートドッグスも去年優勝して全国大会でベスト4になってるんで、全国大会にあの推薦チームで出場することになってるんで、うん、まあ、2チームともいい練習になるんじゃないかなと思います。はいよ。皆さん、うん、練習してましたか？やってました？あ、え？あ、マジですか？漁師さんもとかですか？そうなんだ。じゃあもうストリートボックスみたいな感じだ。あ、じゃあ今日裏切り者、裏切り者、もしかしたら今日あの映像提供するかもしれない。え、スパイじゃないよ、大丈夫？本文スパイ。まあそれはあの試合の内容でちょっと確認しますけど。え、ケイスケはもう一人ぼっち。一人ぼっち。え、一人家の近くとか行っちゃった。家の近くでボディボディフロード、デフェルトボディフロード、あれもうあのやらんでほしいよね。うん、あれはもう、なしで頼むわ。そうだよね。で、りょうさんは大阪で。大阪で。あ、はい、はい。ということで、まあ、おのおのね、はい、できることをやってきたみたいなんで、はい、まあ、チーム練習っていうのはこれが最終最後やけ、半日ぐらいしかないけど、しっかりやっていって、いろんな確認とかをしながら、やっていきたいと思います。はい、各自、そうだね、ストレッチパワーアップして、やっていきましょう。はい、じゃあお願いします。よーし。久しぶりし。お久しぶりです。お前映っていいと、お前犯罪者とかじゃないっけ？犯罪者じゃない。大丈夫。犯罪者じゃない。今回あの練習試合を引き受けてくれたストリートドッグス代表のシンです。ありがとう。あの俺の大学の一応後輩になるんやけど、一応ね。で、りょうさんと去年一昨年、いや、もう結構コロナ前やけ、コロナで3年間潰れたけど、あ、そうな、この前ずっと一緒やった。一緒にね、やりよってね、なんだかんだつながりがある可愛い後輩です。ありがとうね、今日は。お願いします。なんか結構おるね、ストリートドッグス。まあ、今15人もおるんや。すごい、ちゃんとチームやね。まあみんなだってこの辺に住んどっちゃろ、この辺っていうか、まあ、北九州付近。うん、北九州怖いね。変わってない。全然怖い。相手の対戦側で福岡、どこや、北九州って思う。ないよね、なんか。まあ、優勝候補ということで、注目されておけね、ちょっと俺らもいい練習になると思うけ、よろしくね。よろしくお願いします。はい。数字で倒すよね。強い。フルタツの母校、九三大のメンバーです。はい、お久しぶり、皆さん。え、よそよそしくないよ、お前ら。あんま仲良くなかった。あ、だけど、ハルキが2個下いやね。で、シュン、一番右のシュンが1個下で。で、まあ、B クイックチームは同級生と。どう、先輩うざかった俺ら。いや、かっこよかったです。カメラマンが一番うざかった。おふざけんな。でも確かにそれは否めんかもしれん。ハルキはだけ去年のクラブカップで対戦したけど、シュンは初っていうか、その時チーム入っとったん？あ、その後に入ったんや、シュン。なるほどね。あ、全国大会ね。そうなんや。じゃあちょっと久々にお前らをいじめちゃろうかね。そうやで。うん、じゃあよろしくね、怪我せんようにね。はい、ありがとうね。画角変わりまして、小田優です。お久しぶりです。どうですか、最近の調子とかは。試合終わってから練習をやってきたんで、予選の時から全然動けるんじゃないですかね。あ、やばい、これは練習室に行ちょっと、まあ、なんか動きぐらいに全部壊れる。オーバーワークやでもちょっと肩が出てきた。まあでも動けるのは一応チーム最年長やけね、あの小田優と両者さんが。そうやね、一番体的にはきついかもやけど、もう
だけ大輝も離脱して、そのね、康介もおらんけ、結構サイド組は体力的にもきついかもしれんけど、もう頑張ってもらうしかないけ。3試合を多分やってもらわないけんけ、特に2日目は7人やけ、3試合はしっかり戦える体作りをやっていきましょう。総合や指揮をやるところは強いっすよ。反響とかあったっすか、そのクラブカップの県大会後、なんか出とったやんみたいな。あんまないな、会場とか。あんまないな。まあだけどバレンタインとかに話しかけられたりは。ああ、まあ、ただ俺に言われてもどう対応していいか全然わからん。もうすぐ多分東区のイオン歩き寄ったら、え、小田裕さんですかって言われるようになるかもしれない。あのアウトレットとか歩き寄ったらね、あるかもしれん。じゃあ今日は怪我ないように、あともう2週間ぐらいしかないけどね、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、漁師さんお久しぶりです。2ヶ月ぶりかな、約クラブカップ以来に。お疲れ様でした、県大会。あの時あ体調不良で、あの打ち上げまさかの最後にゲロ吐いてやばい急に過酷な試合やったね震えたそうで最近はじゃあ練習、さっきちょっと聞いたらしてるみたいで、体とか大丈夫ですか、痛いところとか。どこも痛いのか。あ、そうなんですよ。あれあれどこも痛いのか。でもさっき聞いたら、うん、センターっぽいけどロックドースターって言ったらバチバチいけるみたいな。あ、マジで横移動が高いらしい。あ、そうやね、今日はジャブロック練習したけど小指で小指でやばいやばいやばい。それ大体これだろ、モザイクかけとかない心配。2人は高校が一緒なんで、まあ、久々にチーム一緒で頑張ってください。で、りょうしさんはあのサブチャンでも話したけど、11日の初日しか来れないんですよね。はい、なんでまあ11日はりょうしさんをスタメンでしっかりやってもらおうかなと思ってるんで、お願いします。はい、じゃあやっていきましょう。
その映像を気をつけないと。お疲れ様でした。はい、これにて練習試合終了です、うん。まあ、今日また課題が新たにできたと思います、はい、でチーム練はね、もうこれで最後になるけ、できんないけど、脳の詰めれるところは詰めていって本番まで怪我のないように皆さん迎えてほしいですね。はい、はい、どうやらたくさんの方が大阪まで見に来てくれるみたいなんでね、面白い試合で見せたと思います。なんで最後頑張っていくんで、応援のほどよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ今日はこれで終了します。せーの、いくよ。